はい、ありがとう整体の平野です。今ね、ちょうどこの、まあ、声がしたんで、まあ、外をちょっと覗いてみたらですね、中学生が、帰ってきたんですけども、この大きなリュックを背負ってですね、まだ1年生ぐらいなのかな、小さい体に大きなリュックで、まあ、こんな形でですね、歩いてる子が何人もいて、これ非常にね、私は昔から危惧しているんですけども、まあ、小さい子供たちも、小学生の、ね、子供たちもそうなんだけども、重い、ランドセルをですね、背負うためにですね、まあ、こんな形で頑張ってね、こう、通学している姿を見ると、まあ、私はちょっと本当に悲しくなってしまいます。これね、すごく体を潰して、すごい強い緊張を入れて、毎日ね、毎日毎日歩くということになっています。ですからこれね、本当にこの、学校はどうなんですかね、まあ、教科書をね、うちに持ってくな、帰りなさいじゃなくてですね、ある程度はやっぱり、置いていいよ、荷物置いて、いいよ、みたいなね、まあ、そういうちょっと寛容なね、先生方が増えるといいかなというふうに、思いました。今ね、本当に、声がしたんで、外を見てみたらですね、これちょっと動画に載せなきゃいけなかったなって、まあ、昔からそう思いながらね、忘れていたんですけども、まあ、親御さんもね、これ見ていたらですね、ぜひ、ちょっと試しにね、自分で、担いでみてください。重い荷物をですね、毎日毎日こう、担いで、体を潰している子どもたち、非常にね、強い緊張にさらされる。特に、まあ、体の、体がね、まだこう成長する前のね、小さい体の、子どもたちにとってはですね、非常に良くない現象だと、行いだと私は思います。まあ、ご批判もあるかもしれませんが、そう思った方はですね、ぜひお子さんに注意を払ってあげてください。ありがとう整体の平野でした。